どうも皆さんこんにちは、こんばんは、りゅうです。今回も第一紹介やっていきたいと思います。さあ今回なんですけれども、まあちょっとデッキ紹介っていうかね、今回ちょっと企画なんですよね。ちょっとした企画なんですけど、皆さんプレミアム加工は何枚持ってますか？プレミアム加工は何枚ほど持っていらっしゃいますか？私はね、やっと9月くらいにあの100枚アイコンを手に入れたんですけども、今日ですねプレミアム加工デッキでもランク戦意外と通用するんじゃないか説、こちらをですね検証していきたい。プレミアム加工のみで作ったデッキも意外と強いと、今このプレミアム加工大会とかでやってても思うんですけど、みんなやっぱ強いじゃないですか。これランク戦いけんでしょみたいなデッキあるじゃないですか。で僕もなんだかんだまあまあのデッキには仕上がってるんですよね。なのでこのデッキ使って今回は普通にランク戦やりますでグッドをもらいたい相手から。グッドボタンが追加されたじゃないですか、あの Facebook みたいな、Twitter みたいな感じでグッドボタンが追加されたんですけど、グッドボタンをもらうデッキって基本的になんか意味わからんデッキか、こういうなんかあのプレミア加工のみのデッキとかそういうデッキだと思うんですよね。なのでこのデッキで今回はグッド稼ぎをしていこうと思ってまして、もうギミックはその見てもらったら分かる通り悪魔デッキですね。プレミアムデビルマン無限ネクロっていうね、一応ねそのデーモンの呼び声が僕あのプレミアム加工持ってるんで、これでネクロフィア正規召喚した後にネクロフィアを無限に蘇らせるっていうそういうデッキなんですよ。見たいでしょ。で、悪魔族で、ある程度統一してあって、出せるように、出しやすいようにしてますよ。で、悪魔送りも、スキルであるので、ネクロフィアの、要は、墓地に悪魔族3体っていう、条件も満たしやすいですよっていう、コンセプトになってます。で、まあ、一応エネコンとかね、こういう防御だとか、あと、強行再生とかも入ってるんで、なかなかうざいですよ。グレイブスクワーマンとかね、最強の、グレイブスクワーマン親衛隊っていうね、なんか謎の親衛隊作ってたのもあるぐらいですから私。なので、今回は、このデッキが一体どのぐらい通用するのかっていうのを検証しつつ、グッドを稼いでいきたいと思っております。何この謎の企画、デュエルスタンバイ。さあお相手の方は HK 変態仮面さんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。貴様に今からだ、グッドを押さしてるからな。なんだかんだ ね意外とグッドくんねなんかね、グッドがグッドボタンがただの煽りボタンとかしてて、今リンクスでなんかすげえぶん回って、なんか負けぶん回って、要はその勝ったら相手にグッド押してくるやついて、結構あれマジでなんか超うざいですよねあれマジでうざくないですか。なんか普通煽られてますよね、あれ。よしよし、ひとくりぶしの効果でコースモブレイン。じゃあな、いやーしいぞ、一時効果だ。よし、とりあえずとりあえず片付けた。よしよしよし、いいぞいいぞ、とりあえず1個 OK、まあ、とりあえずスキル発動しとこう。悪魔送りだ。さあプレイでニュートがいいだろう。召喚してエネコンはいいか、とりあえずバトルしてみよう。で、まあ合法かなんかだったらしゃあないわそれは。あーまあ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 、まあ、そうですね。でブルーアイズが出てきますよ。はい、オッケーです。オッケー、あぶね、よかった。普通にエネコの、発動しなくて、反抗した、セットしなくて。意外とね、意外といけます。意外と、なんか、今のところなんか4回に1回がかかって勝ってる気がする。勝率 25% くらいはありそう。20% くらいは。20か 25% くらいは。さあ、で、サクリーボーか。それも強いっすよね。ただ、でも、言うて、もうマーキング野郎はいないんで、宇宙の奥いないんで、まあまあまあ、それはもらいましょう。いいでしょう。さあ貴様に自己込みしてやるぜ。ドラカード。そして俺はスキル発動悪魔狩りだ。時は満ちた。俺は墓地眠し3体の悪魔族モンスターの魂を記念に現れろ。ダークネクロフィアを特殊召喚。そして行くぞ、ダークネクロフィアの攻撃、内観察。クリボールはあるね、クリボールはある、覚えておこう。クリボールがクリボールがあるんだな、多分。横向き強いですからね、ネクロフィア君。ネクロフィア2800ありますからね、横向き。霊竜では突破できない。で、これで霊竜で攻撃するとしちゃうと霊竜がパクられるからなんか辛い。
で、墓地にブルーアイズはいないはずやから、今。だからこれ殴っちゃうとちょっと辛いでしょ、多分、さすがに。さあ、パンドラ、どうする？お前はマーキング、コスモブレインがいなかったら、意外と何もできないとか、もう壊れてるぞ、俺には。ただ、クリボールがあること忘れないと、忘れないでしょ、ダメな。さあ、パンドラ。HK 変態仮面よ。よしよしよし、出た出た。ドローカード。最強カード引いた。最強カード引いたが、で、カードセット。バトルしようかな。でもな、バトルして、もしあれが合法だった場合は、チェーンされて蘇生されちゃうと対象がいな、でも予備校は別にいいか。行くか、殴ろう。行け、年間殺。これでパクってはなんだかんだ多分無理でしょう。今多分マーキング系の敵ってあれ青き目のモーリトとか入ってないと思うんですよね、多分。さすがに。だから意外とパクってしまいさせれば、あー、ブルーアイスか。これはダメか。あー、でもクリボールじゃないのか。クリボールじゃないかもなんだろ、これ。そっか、間違えたわ。なんかクリボールかと思ったけど、これあれか、ブルーアイズの、あ、ブルーアイズか。なんかブルーアイズのチェーンだ、これ。なるほどなるほど。で、ブルーアイズホワイトドラゴンボーパクるぜ。ただな、これ合法とかだと除外されて戻られるんだよな。除外されるのきつい。あー、いける、そりゃいける。なんかある。ドローカード、トランスデーモンか。トランスデーモンはセットしようか。で、これでバトルで、滅びのバーストストリーム最高ですか。さっくり暴行か、いいでしょう。ターン終了。攻撃落ちちゃったかな。まあでも攻撃落ちたことで削りきれねえからな。ちょっとさすがにそれはちょっとあれですよね、乱暴すぎますよね。あ、モリトいんの、やばいか。モリトの効果でブルー、どっち、レールやめて、レールやめて、レーリーをやめて、マジで。レーリーをやめて。でも、レーリューでもワンチャンか。待って。レーリューでもワンチャンか。レーリューで、デーモンの予備校じゃないもんね。うわ、レーリューか。レーリュー来た。いや、これなかなか熱い戦いだな。で、これどっちだろう。でも、ネクロフィアだよね、多分。ネクロフィアだと思うんだよ、多分、さすがに。ですよね。ですよね、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 ですよね。ですよね。で、バトルフェーズ入って、でこれで、まあまあ、でも、トランスデーモンは、墓地送られたら、OK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 。で、除外してる、ネクロフィア回収できるから、OK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 、あるあるある、ワンチャンある、ワンチャンある。ワンチャンあるぞ。ダメージ計算直前、クリボー、それはいいだろ、それは通そう。それは、それは通すわ。それは通す。オッケー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 。で、ドローカード、あと200。スキラスを悪魔送りだ。さあ、俺は再び3体のモンスターの魂を生贄に捧げ、現れろ、何度でも何度でも何度でも。ダークネクロフィア特殊召喚、いけー、ダークネクロフィア。何なんだと。だからクリボール召、クリボール召喚で、これってさ、予備声使えんの、これ。予備声使えね、これ。予備声はこれカンパニー、あ、使えね、まあいいや。エネミーコントローラー効果発動。俺はクリボーをリリースし、ブルーアイスはいただくぜ。これでバトルフェイズだ。モラビのバーストストリーム、プレミアム加工、なめんじゃねえ。さあ、お相手の方、ユベラーですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ユベル君もね、強いですよね。なんだかんだ、そのユベルもね、そのめんどくさいんですよね。盤面固まっちゃうと、本当に。なかなか辛いよね。僕、聖杯ガン積みとかしてたら、なかなか辛いと思いますけどね。聖杯ガン積みして戦闘破壊、戦闘すれば2回くらいは
けるかなと思うんですけども、まあ一応これでスキル発動して、あ、クマフリで、まだ見たで、セットで、ターン終了。まあね、なんだっけ、あのネフティスがいる可能性あるんで、そのセットするために間違えちゃうとあれなんですよね、破壊されちゃうんですよね、セットカードが。ちょっとその辺は見極めないといけない、難しいな、なんか。あ、バトルフェイスか、いいだろう。はい、いいでしょう。で、グレイブスクワマー効果で薬師破壊して、薬師効果どっち、まあ、どっちでも、あー、まあユベルだね、ユベルの効果、ユベル出す、アブシュリッキルレッタちゃんを特殊召喚、いいでしょう。レッタシロジット感、オッケー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 、いいよ。ドロー、これ俺思ったんですけど、なんかパクっちゃえばさ、直っちゃったんだけど、このパクっちゃえばいい説ないですか、これこれワンチャン、これパクっちゃえばいい説、これこの趣味で置いとくじゃないですか、これさ意外とさ、あれ俺いやひらめいた、いや天才かもしんない、これひらめいたぞ、俺これひらめいた。でターン終了して、で次のターンでネクロでやられるじゃないですか、破壊されるから、これあれパクれるよね、あいつアブシェリキリッタパックルって結構辛いんじゃないこれ、永続的にコントロールを。はい、で破壊でネクロゲンの効果、リベル出すアブシェリヒッターをパクっていく、これ意外と辛いんじゃん、これこれきた、これ分かった、リベルの突破を分かった、パクってしまえばいいのさ。タイトルとりあえず何もできないから、何もできないからな、ただアタッカーがいないからな、どうしようかな、これまあ多分だから、トランスデーモンかなんか引けば、ネクロピアか、ネクロピアか、これワンチャン300いく、300いく、これ300いく、300いくのありかな、これ行こう、だから300だけど削ろう、とりあえずこれで墓地送っといて、ネクロピアを出せるようになってしとこう。いやーこれ結構ね、痛いと思いますよ、このパクるっていうこの最強の戦術、相手モンスターパクるというこの戦術がぶっ刺っております、リベル君に。さあどうする、リベルことがいいだろう、ことでなんだ、ネフティスか、破壊して、まあネフティスだよね、ネフティス次のターンに破壊してしまう、それはしょうがないだ、それはしょうがない、では戻っていってしまう、戻っていってしまう、まあ、どのカード、クリーボーを呼ぶ笛、とりあえず発動しておこう、クリーボーを呼ぶ笛でクリーボーを呼んでおこう、これ特殊召喚するか、これ特殊召喚しよう、もうアタッカーにしてこれ300ダメージ削ろうこれ何これで、これで俺これアドバンス召喚すればいいんじゃん、これこれアドバンス召喚しちゃえばさ、これタイミング逃すよ、確かアドバンス召喚すればリベル出すとクリーボーで、こうすればタイミング逃すから、オッケー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 、でこれでこれでデーモンの武器があるで、2900強いでしょ、これどうしようかな、これネクロピアも行く、ネクロ行ってもいいけどね、これネクロ行くか、クリボール多分ありそうなんだよ、でもさすがにネクロ行った方がいいか、これ行くか、トラスデーモンとクリボーと、クリボーも除外し現れろ、ダークネクロフィア特殊召喚で、これでバトルフェイズだ、いけ年間殺、あ、まあ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 、クリーボールはあるよね、いけは、モーコ破局度粘るなかなかいいだろう、ただ、これで、ネクロフィア、ネクロフィアじゃねえや、ネフティスも戻ってきて、孤島が破壊されてネフティスがいなくなるので、テクラ4枚か、ただね、ユベルとかを破壊されてもまたネクロフィアでパクればいいから、そうパクってしまえばいいのさ、強化性か、強化性か、まあとりあえずここでぶん殴っていくぞ俺は、いけモーゴ破局ドン、まだクリボーなんだか、でもあと1枚クリボーってことは、あと2枚がユベルじゃなかったらいける、ネクティスか、オッケーオッケー、ネクティスはいける、いけ年間殺すよ、クリボールめっちゃ投げてくる、クリボールゲー、ただまあクリボールしたところで2800打点は突破できないはずだ、さあネクス方針の効果、ネクス方針の効果、
ネクティスごときで俺を突破できると思うなよ。イベルよ、援護のこと効果か、いいだろう。そしてどうする、破壊するか、イベルか、いいだろう。そのイベルはもう一度パクってやるぜ。俺、おお、サーチできなかった。多分もう AO10 がいないパターン。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ペガサス・ジェイク・ホーさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。一得意無償セット、ターン終了だ。さあペガサスよ、私の一得意無視に、おブラックブラック来た。ブラックブラックなんかプレミアム加工デッキみたいなカードやな。でまあとりあえず、これマインドスキャンとかさ、これさ、これマジでプレミアム加工デッキにしか見えないねこれ。でどうしようかな、これ一回、これショッカー、これ多分あれトラップだと思うんだよ、これこれトラップだと思う。あートラップくせえな、これトラップくせえ。あオッケー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 、いいよいいよいいよ、オッケーオッケーオッケー。あこれある、これあっさりじゃない、これあっさり味、これはあっさり味で勝っちゃう可能性あるの。これセットいいでしょう、セットいいでしょう。でドローカード、よくよくよ、マセットしよっか。でここでバトルフェイズ、いけ電脳エナジーショック。ワウルフ、え、これえ、ワウルフマインドスキャンだ、これマジでさ、これプレミアム加工デッキなんちゃうかな、これ違うかな、これまさかの奇跡起きたか、まあ、これ絶対そうな気がする。やべえ奇跡起きてる。え、これ多分だけどプレミアム加工だと思う、全部プレミアムだもん。奇跡が起きた。あ、てかやべえ、いや強い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 、突破された、やばい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 、でもこれやばい、スワンプマン、やばいやばい、スワンプマン来ちゃった、スワンプマン来ちゃいます、スワンプが来ちゃいます。でスワンプマン、いやこれ絶対プレミアム加工デッキだって、これ今これマジでレジェンド隊なんですよ、これルームセットじゃないですかね、これレジェンドなんですよ、これで特殊召喚して、で戦闘破壊させて、はい OK で、一応これで悪魔オフの方が使えなかった、スキル発動、悪魔オフじゃん、よし、あー一番足りね、ジャイアントオークを攻撃して召喚、そしてバトルいけ、ジャイアントオークでジャイアントスイング、うわ絶対、でもこれ完全にこれプレミアム加工デッキだ、これみんなミラクルが起きてる、あやばい負けたちょっと待ってちょっと待って、ネクロフィア出させて、ネクロフィア出させて、くっそ、いやーでもこれ奇跡起きた、奇跡起きたわマジで。これちょっと確認してみようか、一応これ名前出ちゃうけど、え、マジでさ、グッと送っといた、ちなみに相手に、あやった、グッと送られた一位指名変更さん、やっぱそうだよね、絶対プレミアム加工できた、これ皆さん奇跡が起きるもんですよ、遊戯王は楽しいね。対戦ありがとうございました。